コメントにあった韓国のコンビニスイーツいろいろ買ってきました。 CU が近くって CU でまた買ってきました。もう CU ばっかりだわ。また今度 GS25 とかセブンイレブンも出すんでちょっと待ってください。でね、買ってきたのがこのいちごクリームのビッグシュで、次にこのエクレアで、次にこのブルーベリーチーズムース、そして最後スノーチーズケーキです。なんかねチーズかぶりしちゃった。他もなんかティラミスとかあったのに、まあいいか。それでね、思ったのが韓国のコンビニスイーツ、ここ最近になって一気にバッと増えました。なんか1年前2年前ぐらいはもう韓国のコンビニスイーツって全然なかったんですけどね。じゃあまずいちごクリームビッグシュから食べようかな。こんな感じですね。すごい、かなり特大サイズです。お、開けたらもういきなりいちごのいい香りが、なんかもう生地もすでに赤いです。でもいちごのいい香りがすでにしてます。じゃあいただきます。中クリームトロトロ、こんな感じですね。中ね、いちごのクリームで、生地もいちご、これダブルいちごです。でね、いちごの香りがすごい、中のクリームがすごいトロトロで美味しいです。生地はねちょっと固めかな、なんかそのサクサクでもない、ちょっとふにゃっとした固めですけど、あーすごい、いちごクリーム結構たっぷりで、なんかねところどころ果肉も入ってます。中のクリームは結構美味しいですね。ちょっと生地がいまいちなんですけど、まあ仕方ないかな。やばい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 、うわ、エクレアの上にもう見ての通りクリームたっぷりです。すごいこぼれた。もう手がベットベトだわ。でもね、なんかクリームたっぷりで美味しかった。まあ生地がやっぱいまいちなんですけどね。じゃあ次にブルーベリーチーズムース食べたいと思います。おー、フォーク入れてくれてる。色鮮やかで美味しそうなブルーベリーチーズムースです。上もね、すごいテカテカですね。こんな感じですね。3層になってます。上からブルーベリーのなんかジャムみたいなのとムースとスポンジですね。あ、ムース美味しい。あ、これ結構美味しい。このブルーベリーのムースすごい濃厚。これはちょっと当たりかも。うまっ。美味しい。これまた次も買うと思います。じゃあ次に、これ、エクレア食べようかな。なんかね、エクレア2種類置いてあって、おしゃれな感じのエクレアの方買ってきました。なんかエクレア専門店に売ってそうなぐらいの見た目ですよ。上、アーモンド乗ってるのかな？チョコがかかって。なんかね、普通に食べれるんですけど、思ってたよりはまあまあかな。多分これ生地があんまりなんだと思う。上のチョコとかアーモンドとかクリーム、あ、でもなんかカスタードクリームもちょっと味が、もうちょっと甘い方が美味しいかなって感じ。まあでもお上品なね甘さですよ。すごい甘さ控えめって感じ。韓国でよくある甘々じゃないですね。っていうかね、すごいサイズが小さいからね、もう3口で食べましたよ。私の口が大きいのかな？いや、多分サイズが小さいんですね。で、最後に、このスノーチーズケーキ。こんな風に、スフレチーズケーキ的な感じかな。小さいスプーン上につけてくれてます。スプーンちっちゃ。お、やっぱりだ。スフレ的な感じです。こんな感じですね。スフレチーズ。やば、これ結構美味しい。なんかスフレチーズによくある、最初ふわっときて、シュワって溶ける感じ。スフレチーズケーキ、これいいかも。なんて言うんだろう、ふわシュワって感じかな。スプーンがちょっと食べにくいですけどね、小さくて。美味しかった。これはコンビニにしてはかなりレベル高いんじゃないかな。それでね、いろいろ食べましたが、値段紹介してませんでしたね。ごめんなさい。でね、値段が書いてないわ。
あーダメだ、値段チェックしとけばよかった。そんなに高くないです、日本と同じくらいかな。これとかもね多分ね200円か、このでっかいサイズで、こんぐらいだったと思います。で今回食べた中でケーキ系すごい美味しかった、特にチーズ系のケーキ系。ちなみにねチョコのケーキ食べたのはあんまり美味しくなかった記憶があります。そしてこのシュークリームとエクレア、中のクリームとかは美味しいんですけど生地があんまり美味しくなかったですね。韓国のコンビニスイーツハイペースでレベルが上がってます。まあまた CU 以外のコンビニのものもいろいろ食べたいと思います。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。